ンポン。おはよう。いや、今日も一日頑張るぞい。って先生がおらんな。先生、どこによるんやー。呼びました。なんかいつもと違くね。と、どうしたんや。えらいデフォルメされて。いやー、イメチェン。そこまで V が簡略化されるイメチェンなんかねーよ。いやー、私たちって何気なくボイスロイド活動をしてますが、おう、この活動はいろんなクリエイターさんに支えられてるってことを伝えたかったんです。なんや、珍しくえらいまともやな。ネタ切れ。間髪入れずに本音を漏らすな。というわけで、今日はいろいろな立ち絵を使っていこうかと思うんです。ほう、おもろいな。では早速イメチェーン。イメチェンではないがな。キャラ違くね。どうも、立ち絵が琴の葉葵のゆずきゆかりです。凄まじくややこしい。ほら、あかりちゃんもイメチェン。いや、ちょ、待てや。じゃじゃん。お前じゃねえか。立ち絵がゆずきゆかりのキスのあかりです。ややこしさに拍車がかかるわ。ああ、私の立ち絵から巨乳っぽい声が。なんか闇の深いこじらせ方しとる。どうすんねんこれ。あ、じゃあじゃあじゃねえよ。わけわからなくなる野郎が。ああ、私は今巨乳。触れづらいこじらせ方やめろや。じゃあ、あかりちゃんもさらにイメチェーン。ちょ、待てって。おっさんじゃねえか。うわ、なんでうちが惹かれてんの。おっさんの声超かわいい。ありがとう。でもしばくぞ。こら、早戻せや。ああ、ちょっと戻し方わかんなくて。なんでや。私があかりちゃんの立ち絵使ってるから。じゃあ早脱げや。脱げって表現が正しいかは知らんが、早脱げ。まあでもほら、視聴者さんは優しいから、そんなあかりちゃんでも愛してくれますよ。ほんまかいな。イエス。う、自信持って。みんなこんなうちのことも好きでいてくれる。ねえ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 。ピンポン。私は一体誰なんだ。何、アホなの。いや、最近自分自身のことがわからなくなってしまって。なんか悩み事か。そうなんです。なんで私ってこんな可愛いんだろうって。何お前、心配して損したわ。まあまあ聞いてくださいよ。なんやねん。私は自分の可愛さの秘密を知るべく調査をしました。はあ、まずはこの愛らしい瞳。はあ、しかも増やせますしね。多ければいいってもんじゃねえんだよ。あとはスリムなこの体つき。はあ、リサイズも可能です。やめろやめろ。変幻自在。すごくね。どうでもいいがその顔やめろ。ウエストもこんなに細い。リサイズ忘れてんぞ。ああ失礼。気を取り直しまして、はあ、ゼロウエスト。上手にできない軸の変え方やめろ。あとは、ゆずきゆかりという名前も可愛いですよね。はい、そうですね。ちなみにゆずきゆかりという名前は、ボーカロイドに縁のある人たちが音を結ぶという意味なんです。へ、名前やないか。でも、あはは、名前の由来かっこよすぎ、いっぱい結んじゃうぞ。中身がこんなアホじゃなかったらどんなに良かったんやろな。ピンポン。あかりちゃん、なんや、リーフのおもちゃ買いました。はあ、これがめちゃめちゃ可愛いんですよ。見てみて。はいはい、可愛い可愛い。へ、水につけると大きくなるみたいやな。試してみたらどうや。うい。止まってたのと違う。まあ、しゃあない。水着の色、赤じゃない。え、そこ。うわー。もう、泣くなや。あ、ほら、別のやつ買うてきたらどうや。うぅ。わーい。クマちゃん買ってきました。おう、よかったな。可愛いぬいぐるみやないか。イエーイ。洋服も着てておしゃれさんやな。あ、せっかく出し着替えさせちゃいましょう。おう、ええやん。可愛い服着せたりーな。わーい。お着替えしましょうね。止まってたのと違う。お、なんか人の字みたいになっとる。足高くて闇。え、そこ。うわー。なくなって、うちが新しいおもちゃ選んできてるから。ほんと？任せろや。どや、可愛いやろ。わーい。どれどれ、中身は。どう？なんか、うわー。ああ、もうどないしたらええんやろ。泣きやみーな。ほれ、いないいない。ばあ、何してるんですか。てめえこの野郎。